出来事。愛は傷ついて、君は部屋を飛び出した。真冬空の下に髪かけといた手袋と洗いかける洗濯物、シャボンの泡が揺れていた。君の香りが抜けて絶え間なく降り注ぐこの雪のように、君を愛せばよかった。窓に降り注ぐこの雪のように、二人の愛は流れた。この長い冬が終わるまでに何かを見つけて生きよう、何かを信じて生きて行こう。この冬が終わるまで。はい、どうもありがとうございました。サボテンの花でした。ワンコーラスとちょっとぐらいしかやらないんですけども、はいはい。ちょっとですね、前回のホットラインで少し好評だったの、まあ熱いですね。フリップ付きでですね、ちょっと自己紹介みたいなものをですねやらせていただいてですね、前回までの話なんですけど、最初が見えますかね、俺が見えない、12弦ギターなと書いてありますけど、これ12弦なんですね、12個あるんで、まあ、6弦しか貼ってないんですけど、これを傷つけてしまったというエピソードとですね、それから彼女と映画を見に行ったんですけど、結果はまあ振られてしまったとかですね、それから、バンドをですね、組んでですね、高校生の時ですけどもやっていたというようなことを、前回のホットラインで少し話をさせていただいて、それでまあ、その続きということでですね、次のスライドを、お願いします。次なんですけれども超おしめだな、マジで、藤井さんがやってまいりましたけど、まあ、高校の時ですね、先ほどのようなエピソードがあってですね、まあ、卒業を迎えるわけですね、高校のですね、そして大学に今入学をすると。桜井さんに見せたんだよ、これが、1972年の話で、今から何年前ですか、もう、45年前になりますけどもね、それで、ちょっと見せてください、長野県須坂市っていうところからですね、なんと渋谷区の広尾にですね出てきたんですね。いや、広尾というとですね、今はもうすごいですよね。いいですね、恵比寿ガーデンプレイスとかね、あってね、JR 恵比寿、違いますね、国鉄ですね、国鉄の恵比寿の駅から、山手線の中の方ずっと歩いていってですね、広尾高校っていうのがあるんですよ。でそこを下っていったところに下宿をさせていただいていたんですけど、まあ、その、まあ、きっかけっていうのは、大学4年生の先輩がですね、そこに住んでいて、で紹介をしてもらったので、広尾に下宿することになったということで、まあ、大学生活がですね、広尾ですよ、スタートしたんですよ。いやー、すごかったですね。あの時はお飯入れたろ適当に横でやがって、長野県からですね出てきてですね、何にもないところからもう広尾ですからね、六本木なんかすぐですからね、大変だ、歩いて行けちゃう。で近くには東京女学館とか清新女子大とかね、分かんねえ、 あってですね、将棋で有名な羽沢ガーデンでしたっけというところもあったりとかですね、まあ、そういうところだったんですよ。で、まあ、大学生活がスタートして、次のページなんですけども、初めてのですね、くだらねえ、六本木にですね連れて行ってもらって、ジンフィズを飲んだんですね。
ジンフィズってご存知ですかね。ジンっていうあのすごいアルコールの強いお酒にフィズってなんシロップ初めてでジンフィズこれがですね美味しくてですね下に書いてありますけど、まあ、あの酔っ払ったわけですね。で六本木で飲んでからこうあの歩いても拾い帰れるんで歩いて帰ってきたんですけど、まあ、ちょっと周りさんに呼び止められてですね生で飲むジンフィズって誰よね。まあしくじり先生みたいなもんですね。流行り流行り、まあ、まあそれでですねちょっと反省をしたと、それからまあ間もなくですね、連休が明けて次のページなんですけども、さあ先輩がですね初めてのね合コンをしよう。おはようございます。お前ちょっと女子大に行って声をかけてこいっていうわけですよ。で、まあ、行ったわけですよ。あの丸バツって書いてありますけど、あの渋谷の方にある実践女子大学ですけどね。いやこれマジ YouTube 撮りますから。あ、行けない。行けない。まあ、YouTube 撮りますからこれ。あとで。まあそれであのまあその顛末はですねいろいろあるんですけど、まあ10分終わってしまうのでまた次回という。あ、やった。はい。やったっていう。まあ、そんなことでですね、大学生活が始まって、大学、まあ、大学行くとですね、勉強しなくちゃいけないわけですよ、当然ね。まあ、皆さんもご存知の通り。で、まあ、大学行くと、こういうですね、あの、ノートブック、大学ノートですね。こういうものを使ってですね、あの、勉強するわけですね。まあ、その間にあんなこと知ったんですけども。まあ、こういうその大学ノートにちなんだ歌を、もう最後になりますけども歌ってしまいたいと思います。じゃあちょっと松井さん、まあ、歌う途中でちょっとページを見せてください。はい。大学ノートの裏表紙にかなえちゃんを書いたの。一日中かかって一生懸命書いたの。でも鉛筆で書いたからいつの間にか消えたの。大学ノートの裏ページのかなえちゃんが消えたの。もう会えないの、一生懸命書いたの。でもあんまり可愛いから虚しいから消したの。在学ノートの3ページのなっちゃんが消えたの。もう会えないの、もう会えないの、二度と会えないの。本当は嫌だけど後が怖いから。バカ野郎。大学ノートの隅っこ、桜谷さんとクオリティの差が広くないですか。消えたの、もう会えないの、もう会えないの、二度と会えないの。はい、どうもありがとうございました。